皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策中学英語基礎認テスト、今回は括弧の中から適する語を選ぶ問題です。1番一浪 finished、 その後ろに括弧があって do doing to do が入って his homework と続きます。2番最初に括弧があって is are does、 そして there are park around here、 こんな疑問文になっていますね。3番マサオ is interested、 そして括弧で in of at、 さらに studying history と続いています。4番 the blue well is the largest、 括弧があって in of to、 さらに all animals。 皆さんは括弧の中からどれが正しいか一つ選んでください。ここで一度動画を止めて答えを考えてみましょう。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認してください。正解はこうなります。1番一浪 finished doing his homework、 一浪 finished doing his homework、 これ finish の後ろって ing の形がきました。ですから doing を選びます。で、一浪 finished doing his homework、 意味は一浪は自分の宿題を終えました、終わりましたということですね。2番 is there a park around here、 is there a park around here、 これは何々があるという意味の there are、 there is の文章です。そしてここに a park という単数形の形が来ているので is の方を選んで is there a park around here、 この辺りに公園がありますかという疑問文、こうなっているわけです。3番Masao is interested in studying history. Masao is interested in studying history. これは be 動詞 interested in、 be interested in で興味があるという意味でしたね。ですから in を選びます。 Masao は歴史の勉強に興味があります、とこういう意味です。4番 The blue whale is the largest of all animals。The blue whale is the largest of all animals、ね、最上級の後ろには in が来るときと of が来るときありましたよね。でも後ろに all があるので of all、 この組み合わせになります。ですから of を選んで blue whale、 シロナガスクジラは全ての動物の中で一番大きい、とこういう意味を作っています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。